LINE はトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小雪です。アンバサダーのトゥルーです。スタンバイモードなんですよ、富士山が。富士山、また富士山の話するの。例えばね、スマホなんかでもスイッチ入れたらすぐに起動してくれるわけですけども、はいはいはい、昔のパソコンってめちゃめちゃ起動までに時間かかったでしょ。わかるわ、 Windows 使ってたんですけどね。ほんまに、いやほんまに機嫌がいい時は3分ぐらい立ち上がんねんけど、機嫌悪い時10分ぐらいやってようやくそう立ち上がったのかみたいな。そうそう、だから電源入れてシャワー浴びにぐらいな。ほんまにほんまに。つまりスタンバイモードというのは、はい、常に起き上がってていつでも活動できますよっていう状態のことやんか。はいはいはい、はい、富士山の噴火もうまさにそういう状態らしいわ。予言と言いますか、これは本当に起こるんじゃないのっていう結構確証高いところにあるらしくて、まあ、予言っていうのは普通はね、数年後に起こりますとか、まあ、短くても何ヶ月後がねこうなるでしょうみたいなことを言われているわけですけども、はい、今日紹介する予言はなんと3日後です。3日後。はい、3日後の2021年8月20日、皆さん何が起こるか知っていますか？甲子園のベスト8ぐらい、ちょうど終わる時ぐらいかな。そう、26ぐらいが決勝らしいんでね、富士山が噴火するんじゃないかというふうに言われているそうです。とんでもないね。じゃ本当に、まあ、今年の3月こちら僕たち出した動画、伝説的な、まあ、再生数を誇っている180万再生。すごいね。すごいですよね。こちらも的中率 100% ということでですね、辰木亮先生の漫画を取り扱ったんですけども、はい、なんと表紙にですね、大災害は2011年3月ということで、東日本大震災をまるで予言していたんじゃないかというようなことが話題になりましたよね。なりました。その他にも 100% 予言を当てていたんじゃないかということで注目されておりまして、そして富士山の噴火についても表紙にちゃんと書かれているんです。こちらです。1991年8月20日に富士山が噴火する夢を見たというものなんですね。おー、でも91年やったらもう終わってるんちゃいます？はい、ただですね、これ夢を見たのがこの年なんですね。あー、なるほどなるほど。はい、辰木亮先生、予知夢を見た日から15の法則っていうのがあるそうなんですね。これまでの災害の予知夢は、阪神淡路大震災1995年1月17日発生、予知夢を見た1995年1月2日から15日後だと。なるほど。で、東日本大震災だったら2011年3月11日発生ですから、予知夢を見たのがなんと1996年3月11日ということなんで、なんと15年後ということ。なるほど、はい、じゃあ富士山の噴火、予知夢で言いますと1991年から15年後っていうのは何年ですか？2006ですよね。そう、実は外してるんじゃないのって思うんですけども、はい、この年には富士山はもちろん噴火が確認されておりません。そうですね。ということは、そっからさらに15年後だったらまさに今年に当たるわけですよね。なるほど。はい、2021年8月20日に富士山が噴火するのではないかというふうに作者が今言ってるわけじゃないんですけども、はい、巷でそうやって噂になってますよと。なるほど。じゃああと4日耐えたら15年まだ大丈夫なんですね。大丈夫かなとなるんですけども、その私が見た未来というこの漫画ね、はい、都市伝説界隈でかなり話題になりました。そうっすよ。さまざまなメディアにも取り上げられました、うん、作者の辰木亮先生も小安田で取り上げた回をリツイートしてくださったりとかしたんですけど、ここで事件が起こりましたよね。実は辰木亮先生と名乗っていたツイッターアカウントをなんと偽物が運営しているということが発覚しまして、しかしただ単に偽物だったというわけではなくて、辰木亮先生と同じ予知夢っていうのは強制的にこう見させられたみたいな感じのことを証言しておりまして、8月20日の富士山噴火説として広まったのはなんと偽物の方が広めたことで、っていうことなんですけども、これ、ね、ヤフーニュースにもなるほど広まったんですよね。すごいね。しかしこの富士山噴火については近々起こると言われている南海トラフ地震あるじゃないですか、はいはい、それがトリガーとなって富士山が噴火するんじゃないかとも言われている。南海トラフ地震がね本当に起きる可能性もありますからね。そうそう、まあ、南海トラフ地震についてはそれもかなり角度が高いところの情報をまた後日お送りするんですが、まあ、今日はね様々な視点から富士山が本当に噴火するんかいということを考えていきたいと思います。一つ目、クレイグ・ハミルトン・パーカーの予言。まだ予言が出てくるんですけど、なるほど。こちらの方ご存知ですか？ハミルトン・パーカーさんね。はい、うん、知ってます？まあまあ結構知ってるよ。どれぐらい知ってるの？それはもうね、ボルデモート教に似てるなっていじるぐらいは知ってるよ。やめなさいよ、ほんまに。よりによってなんで相手側やねん、そんな。普通味方側のやつ言うやん。以前紹介してるんですよ、2021年世界が大地震を、はい、紹介しましたよこれで。そう、こちら35万再生もされてるんで、よっぽど注目されてるんですけども、はい、この内容言ったら思い出すんじゃから、年末に翌年1年分の予言をし、その後的中率を自己分析する方あれですよね、あのトランプ大統領とかの。そう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 、2016年にはトランプ大統領の誕生とか、うん、イギリスの EU 離脱などを予言し見事に的中してる方なんですけども、彼の予言的中率 70% なんですよ。そう、まあ、先ほど辰木亮先生の 100%
5% が比べちゃうと、まあ、少なく感じるんですけども、パーカーさんこんな予言日本に対ししてるんですよね、はい、2021年巨大地震が発生し大津波が発生、沿岸地域に大きな被害をもたらすということなんですね。実際に地震の予兆となるようなことってあると思うんですけども、はいはいはい、地震の予兆わかります？カラスがいなくなるとか言いますよね。僕の子供の時には雲だったね。ああ、地震雲。そう、地震雲みたいな。はいはいはい、はい、実際にね、地震雲とは言わなかったけど、いつもに比べてあの雲おかしいねって言った翌日に東日本大震災だったんで、すごいなんかまあ偶然だと思うんですけど、まあそういうことはあるんじゃないかと。で、実際ね、その中にも動物の異常行動っていうのもあるんですけども、はいはい、実際近年日本ではこちらメガマウスとか、おー、リュウグウノツカイというと、これね深海魚なんですけども、はいはいはい、比較的浅い海で発見されてたりとか。あ、ニュースになってましたね。そうなんですよね。そして2016年6月15日千葉県館山市の港でなんとメガマウスが発見されております。おお、ここで怖いのが、ここまで起こった大きな地震っていうのはメガマウスがいつでも発見されてるんですけど、2ヶ月以内に発生してるってことなんですよ。ちょ、そろそろや。例えばですけども、1994年の11月博多湾でメガマウス発見されました。はいはいはい、はい、その後1995年1月阪神淡路大震災、こうした震度7、2011年1月に三重県尾鷲市沖で発見された時には2011年3月東日本大震災震度7ということで。おお、どう？え、びっくりしますね。さらにありますよ、2016年4月こちらも三重県尾鷲なんですけども、漁港で発見されましたメガマウスが、はい、2016年4月熊本地震震度7ということで、いずれもメガマウスが発見されております。メガマウスもびっくりしてるやろね。なんで俺ってそんな有名なんみたいな、うん、メガマウスだねって。ええ、ちょっと分かりにくかったね。自分みたいに目がちっちゃいみたいなこと。ええ、まあいいや。メガマウスが発見されたのが6月15日から2ヶ月経過したということなんで、はい、今月起こる可能性があるんじゃないのという、なるほど、ことなんですよね。はいはい、はい、で、なぜ大地震の前触れのようにメガマウスが出現するかって、はい、これちゃんと理屈あるんですよ。え、サメには100万分の1ボルトという微弱な電気さえ感知することができる高精度な特別な体の器官が存在するんやって。へ、えー、サメと出くわした時に撃退する方法として乾電池っていうのがあるんですよね。ああ、聞きますね。そう、サメの弱点って鼻らしいから鼻パンすれば逃げていくよみたいに言うけど、そんな余裕どこにありますかって思うんですけど、ちなみにそれを鵜呑みにして結構多くの人がそれやろうとしないけど、うん、結構腕なくなるパターン多いらしいよ。ほんまやめてね、うん、ほんまに。ということで乾電池っていうのもそうで、うん、微弱な電流を感知するからうわーって逃げていくらしいんけど、普通の乾電池って数秒で放電するから1回しか通用しないらしい。てかさ、海泳いでる時に乾電池持ってるシチュエーションがちょっと思いつかへんねんけど、もうドラえもんぐらいちゃうで、この体の中にある特別な器官があるんだけど、はい、地震前には地中の岩石破壊によってパルス電磁波っていうのが生じるらしくって、で海中にも電流が流れて、それを回避するために深海から水面付近に上がってくるというふうに考えられているそうです。なるほど。深海というより海底に近い環境で生息しているからこそ敏感に地震の前兆を感じ取っているのかもしれませんと。そして地震によって富士山の影響はどうなるのかと、歴史的な地震が重なっていることから注意が必要なメガマウスの発見のニュースということなんです。なるほど。どうですか、メガマウス側もびっくりしてるんちゃう？ちょっと気分転換で上来ただけの時もあるで、毎回僕のせいじゃないよみたいな、結びつけるのやめてくれませんかってことをね。でもこれまた次の南海トラフかでも言うんやけど、メガマウスって世界で100ちょっとしか見つかってないんだよ、ちゃんと。すごい、だから頻繁に出てくるんだったらまたやんまたやんってなるんやけど、あんまり出てないからこそ信憑性あるよねと思うね。なるほど、はい、世界で噴火多発。まずはね、こちらの画像をご覧ください。こちらグラフ何かと言いますと、火山噴火配信件数の推移ということなんですが、火山系 YouTuber、火山系 YouTuber で僕ないんですけど、はいはい、こちらはですね、テレビなどでもちゃんと使われている防災緊急情報を配信するサービスが配信した世界の火山に関する配信数なんですよね。へー、明らかに2021年3月以降に数字増えてるの分かります。増えてますね。さらに2021年っていうのは日本に暮らしたらあんまり情報って入ってこないところ、世界で結構噴火ありまして、2月にヨーロッパ最大の核火山であるイタリアエトナ火山が噴火しております。3月と5月にインドネシアシナブン火山が噴火しております。5月にコンゴニーラゴンゴ火山の噴火では30人以上が死亡、5000人以上が隣国に避難しております。さらに今年4月には鹿児
広島の桜島の噴火がありましたよね。火山専門家の方も富士山は噴火しやすい状態になっていると警告を出しております。やばいよ。さらにこちらをご覧ください。ちょっと見てもわかんないよね、うん、どこの地域で火山が通常の何倍増えているのかを、まあ、表したグラフなんですけども、この環太平洋火山帯に位置する多くの火山が急激に活発化してるのがわかると思います。あ、これ活発化している色ってことですか。環太平洋火山帯っていうところなんですけど、そこが約3倍とかほら4倍とか13倍に確かになってるでしょ。すごっ。だからこれ絶対偶然じゃないよねと。え、日本もろ入ってるやん。そうなんですよ。環太平洋火山帯というのは、うん、太平洋の周囲に沿うような形で帯状に分布する火山の密集する地域のことなんですけども、なんと地球の半分以上の火山が集中してるんですよ、ここに。つまり火山帯が今年に入って活発化してるということは、富士山にも影響があると考える方が自然なんですよっていう。なるほど。噴火の予兆。いよいよちょっと本題いきますわ、はい、それでは富士山は今どんな状態なのかというと、はいはい、スタンバイしている。そう、スタンバイ状態ということなんですけどね、はい、富士山は本来12月にもなれば山頂付近は白くね雪でこう積もって綺麗な景色を。富士山といったらね、そのイメージありますけどね。このイメージですよね、はい、それが去年12月の富士山どんなのか覚えている俺ら爽やか言ってんか。行きましたね。こうやもんな。確かにそうやったわ。12月23日のこの画像では、うん、え、夏かな思う。まあ確かにあまり白くないねみたいな。雪が積もっていないことで火山噴火の予兆ではないかと話題になったんですよ。確かに。このようなことから今年3月国は17年ぶりに富士山噴火のハザードマップの改定を行っております。へえ。そこで判明したのは、近隣住民に限らず多くの国民に被害が及ぶ可能性が高いということだったんですね。国が認めております。おう。さらに溶岩の想定噴出量は従来の2倍というふうに情報修正されました。やばいよ。やばいよね。みんな知ってた？この事実を。どうするね。必ず噴火する富士山。富士山っていうのは781年以降、まあですね、そこまでの記録しか残ってないと思うんで、780年以降17回噴火してるんですよね。50年とか60年に1回の割合っていうことになるんですけども、まあ、1人一生に1回は見れるわって感じなんですね。そう、見れるわってことなんですよ。しかししかししかし1707年以降314年間実は見れておりません。まあ見たくはないですけどね。見たくもないねんけどね。つまりどういうことかっていうと、富士山は300年分ぐらい大量のマグマを溜め込んどるってことよ。そのままね、あと3000年ぐらいは溜め込んどいてもらったらと思うんですけど、どうでしょうか。3000年後やばいやん。なんで俺らがこんな付け払わなあかんねんっていう。そうやね。で、最後に起こった富士山の噴火っていうのは、うん、江戸時代中期、まあ、1707年って言いましたね。12月16日なんですって。はいはいはい、はい、約2週間ほど、まあ、起こった噴火があって、これを宝永大噴火っていうふうに言います。2週間も続くん。そう、この時は大量の火山灰が飛び出し、富士山からすぐ近くの村は3メートルほどの火山灰なので、家一軒埋まるよな。当時江戸でも数センチの火山灰が積もったということなんで、どんだけ距離あるの、その火山灰が積もった範囲を到達しますと17億立方メートルに達したと言われてる。桁大きいけど全然わかんないですね。ほんまね。で、この規模は東日本大震災でめちゃくちゃね、ゴミとかさ、瓦礫みたいのがさ、こうやって散乱してたでしょ。そう、災害で出たゴミの37倍というふうに言われてるんですけども、ニュースなどで沿岸一帯がゴミみたいなのがね、荒れ地になっているのを見たことあると思うんですけど、こういう画像が言ったらもう広範囲にわたってなっちゃうんじゃないのみたいな。それぐらい火山灰が出ると。そうで、まあ人体的影響では、火山灰は肺の病気をもたらすということで、まあ、普通に呼吸するだけで喘息とか肺炎などの病気を発症させる可能性があると。あ、そう。で、農作物も当然ダメになっちゃいますよね。工場や病院、その他公共施設の運営管理もストップさせられ、その被害は甚大なものになることが予想されますと。はい、さらには火山灰による電波障害による停電とか、それにより交通機関も停止。富士山の噴火だけで被害額は 2.5 兆円にもなるというふうに言われているんですよ。8月20日っていうのはね、富士山噴火説は偽物の辰木亮先生が広めたということにはなっているんですけども、いつか起こると考えたらさ、あながち嘘だろうとは言い切れないよね。やばいっすね。明日起こるかもしんないんだもん。だいや、だほんまに3日後起きる可能性あるってことですよね。そう、さらにね、メガマウスの発見からそういう予兆もあったりしてて、もしここで地震も加わりますと、地震噴火、そして流行りのあのウイルスということで、もうトリプルパンチ食らうやん。え、だってさ、避難してもさ、避難先が密になるからさ。そうよ。だからそう、住むくない？パンデミックになるやんか、また。でもどうしようもない、もうこれは。え、今ちょっと富士山ハザードマップを調べたんですけど、うんうん、え、えぐくない？
関東は埋まってるよね。でも俺桃鉄でしか見えひんような地図の出し方やで、これね。だって千葉の方にまで飛散してるやん。えぐいっすね。だ東京全部10センチって書いてますよね。え数センチどころの話ちゃうやん。え、小池さんの実家とかやばいんちゃう。いや、埋もれてますわ、見事に。埋もれてますか。はい。僕はもうコロナになって実家帰れてないんで、親の顔見ることなく終わりますわ、僕は。ええー、だってもう神奈川までこれ土石流とか書いてますよ。やばっ。やばいね。宝永大噴火よりやばいやん。やばい、もう広範囲なんか分かりますよね。これどうしたらいい。みんな定期的に国のホームページ見た方がいいよ、本当にね。真面目にこれハザードマップ出てるんで。そう、国のホームページと言ったらね、2050年にね、人間がね、この歌もう悩みがなくなるんですよ、病気とかが。人類がね、時間空間制約や解き放たれてるプロジェクトね、あ、ムーンショット目標って言うんですけど、こういうのもね進めたりしてるんで、まあ、定期的に国のページを見ると意外と面白いかもしれないですね。ムーンショットまで生きてりゃいいけどさ、本当にね今月そんな起こったら怖いよ、本当は。これやばいな。無事ね8月20日を通り過ぎることしかイメージしたくないんですけども、備えはあって憂いなしなんで、ぜひ備えときましょう皆さんもね。いや僕ね、こうやっていろいろ発信してるじゃないですか、はい、結構その具体的な日にちとかも分かる時あるじゃないですか、うん、今回8月20日みたいに、うん、毎回缶詰とこう水をいっぱい買うんですよ、うんうん、で大体何もなく今のところ無事過ごせてるんで、缶詰を日々食う生活が始まるんですよね、その直後から。そうですよ。また美味しい缶詰を食べれるのかなと思ってちょっとワクワクしてきました。何を言ってるのあなたは。コンビーフとかがね、缶詰がね美味しいんですよ。ということで皆さんもね缶詰とかをね適度に買ったらいいと思います。ということで災害に皆さん備えてくださいませ。いや恐ろしい。では本日の鳥肌スコアは1707ですね。ということでね、またここに乗り越えて次の15年後まで富士山の噴火の危機を乗り越えたいところですね。それでは本日の鳥肌ポイントは、どう思ったよりもこのハザードマップ見てたらちょっとなんかリアルにね国が書いてるのを見てちょっと怖くなりましたね。きついなこれ。これやばいよ。やばいよ。東京方面が多いのはやっぱ風向きがそっちなの。ああなるほどね、うん、ほんまに気をつけてくださいね皆さんね。ほんまね。はい、それでは See you Bye。エナジードリンク飲んでも集中力が上がりません。あ、そうなの。そう、この牛乳なんやけど、実はまあこれ摂取することで前立腺がんや乳がんのリスクが上がるっていう研究結果が出てたりとか。あ、やばいよ。そうなんよ。実は臓器に穴が開く食べ物が結構普通にみんな食ってしまってるんですよね。で、めちゃくちゃ稀有な例なんやけど腸に穴が開いてしまうこともあるそうで。二度とテレビで放送されない作品がある。ホタルの墓。1945年の兵庫県神戸市西宮市近郊を舞台としてますね、うんうんうん、はい、親を亡くした幼い兄弟が終戦前後の混乱の中を必死で生き抜こうとしているが、その思いも叶わず悲劇的な死を迎えていく姿を描いた映画です。そうですよね。映画公開後も1年おきに放送されていた蛍の墓なんだけど。そうですよね、してましたよね。昔してたんだよね。見た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 。そう、うん、最高視聴率は 21.5%。 え、めっちゃ高いですよ。高い高い、いいんだよ、はい、いい方なんだよ、はい、でもしかし2007年の放送では 7.7%、 ジブリ作品のワースト1を撮ってしまっています。へえ。戦争の恐ろしさを伝える映画だけど、子供に見せたくないとかそういう親も少なくないんですよね。あー、まあまあ結構トラウマになる作品なんでね。ちょっとねグロテスクな表現もあったりしますよね。劇中に登場するサクマドロップも原因と言われています。まあ、実在する佐久間製菓が商標問題で裁判沙汰になったとか、そういうのもあるらしいです。そうなんや。戦争をテーマにしているため政治問題が絡んでいるともされています。トリビアちょっとここでご紹介したい。トリビア、はい、そう、これねちょっとツイッターとかで一時期めちゃくちゃ話題になったんだけど、え、あの蛍の墓のポスターって実はめちゃくちゃすごいんですよね。どういうことですか。はい、まずこの蛍の墓のポスター見てください。こちらです。これ有名ですよね。あ、まあ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 、そうそう、これもう蛍が舞っているかのようなで思わせといて、実はこれって空襲の日みたいなね。そうで、それがはっきりとなぜわかるかっていうと、はい、この兄弟が楽しそうにホタルを見ているポスター、これをちょっとねパソコンで明るさを調整し、ちょっと明るくしてコントラストを上げると、あるものが登場し浮かび上がります。それがこちらです。うおー、これね空爆を行ってる飛行機が浮かび上がるんだよね、ここ。ほんまや。そう、これはだから爆撃とかの火の粉なんじゃないかなみたいなね。兄弟の周りを飛ぶ光はホタルではなく、タイトル通り火が垂れるということで墓となっているのではと。そういうことなんすね。そう、小さい頃見てトラウマになってしまったっていう人がいるようなホタルの墓、うん、ポスターにも言い知れぬ恐怖が塗り込められていたことを知り、ショックを受けた人がかなり多く。海原電鉄のシーンがあるんだけど、うん、兄のね、あのお兄ちゃんの聖太さんを待ち続ける妹の節子が登場してるんだよね、はい、
え、そう、千と千尋の中になんとね、あの蛍の墓の世界が、え、で、出てるんですか。出てます。えー、